皆さんこんにちは、モホリコことパピネンです。今日は2018年7月のラクシーの中身のご紹介です。今月は、このカードにもありました通り、ここですね、スキンケア中心をお選びの方にはスキンケアアイテムを多めに、メイクアップ中心をお選びの方にはメイクアップアイテムを多めにお届けしておりますということで、スキンケア中心を選んだ私、我が家には、スキンケアアイテムを中心とした、このようなアイテムやってまいりました。では、いつものように、サクサク参りたいと思います。はい、ではこれからいきましょう。まずはこれ 1.5 デイズっていうものかな、 1.5 デイズティントファイバーマスカラブラウン1200円の商品です。汗、水、皮脂に強いウォータープルーフタイプのファイバーマスカラということで、ちょっとこんな感じなので内容ちょっと心配やったんですが、この裏見て安心しました。まず日本製というのがポイント高かったですね。そしてあと、成分がここなんですがね、これ意外といい成分でね、ちょっと言いますと、アクリルレッツコプリマ、これがあの皮膜形成スタイリングの成分です。でクレイ、蜜ろう、シリカ、ステアリン酸、カルバナルロウ、水天ポリソブテン、これは密着度を高めるエモリエントです。でお種、人参、生姜、唐辛子、これがまつげ美容成分ですね。ほんでステアリン酸、ソルビタン、ステアリン酸、グリセリル、セテスニズル、水酸化なんて、こんな感じでね、結構シンプルなんですよ。さすが日本製だなと思いました。ちょっと使ってみよう、そんな風に思わせてくれたこれマスカラです。はい、次がこちら、オーキッドピックアップマスク400円のこれ商品です。で、中身がですね、これこんな風になってまして、1剤と2剤を混ぜて使う、要は酵素パックです。書いてありますね、酵素パックということで、要は、古い角質をケアするという、そういった、マスクかと思います。で成分の方が、ここです。見えるかな。まず1剤の方が、ちょっと言うとタルク、カオリン、ベントナイト、プロテアーゼ、これが酵素ですね。でオーキッドエキス、これが植物エキスでした。で活性酸化コラーゲンで保湿成分とかになります。要は上が酵素が入ってるパウダーですね。で下がね、水、ステアリン酸、ピジ、ミリシチン酸、イソプロピル、ワセリンということで、下はね普通のクリームの成分っていうのかな、要は普通のクリームの成分にこの酵素のパウダーを入れて混ぜて使うという、そういったこれマスクですね。なかなか良い内容だなと思います。使ってみたいですね。またここに50年以上のロングセラーとあるので、ますます使ってみたいという感じです。いいもん来たと思います。ありがとうございます。はい、次がこちらスタイルクラブ4ボブライトワックス 25g 600円の、商品です。これがですねボブ専用スタイリングということで、こんなもんがあるんですね。ちょっと個人的にびっくりしました。そんなこの、スタイルクラブの、ライトワックス成分こちらですね。で成分見てみたんですけど、まあなんていうか普通のスタイリング剤みたいな、そんな風に思いました。でも植物エキスも入ってたし、日本製ですし、見た目も可愛いので、使わなければお友達にもプレゼントできる、そんなアイテムかと思います。はい、そして次がこちら、スパクリーム 10g 500円のこれ商品です。これがですねジェルのようなテクスチャーなのに、肌にのせるとスッとお水に変わる不思議なオールインワンとありまして、私も実はこれちょっと使ってみたんですが、確かに水になりました。でも水に変わるオールインワンたまにあるんでね、そう珍しくもないと思います。あとこのクリームがちょっとピンク色をしてるんですが、これがねアスタキサンチンとビタミン B12 の色だそうです。そんなこのスパクリームですね、成分ちょっと見てみたんですが、これここですね、非常に微妙でね、個人的になんて言うかな、なんとも言えない感じで、ちょっと言いますと水ベンチレングリコール、これ抗菌ですね。でジメチコンとあって、ジメチコンの次のこれが乳化剤です。で
温泉水からイカはね割といい成分の列挙なんです。でも上にねいきなりこんなシリコンと乳化剤来てるとねやっぱちょっとって考えますよね。私的には使うかな使わないかな非常に考えるこれクリームです。はい、そして最後が、セルキュレートのカロチーノジェル 15g 1728円の、商品のこちら 10g 分がやってきました。でこれあのカロチーノジェルということでほらこんな黄色いジェルになってます。でこれちょっと調べましたらですね松倉クリニック初のドクターズコスメということでねと思ってちょっと成分も真剣に見ました。水グリセリンバーム油エチルヘキシルグリセリンこれあの機材です。でアミノカプロン酸グリチルリチン酸に池が有効成分です。ほんでセルロースとかエタノールとかこんな感じですね。さすがあのドクターズコスメだなぁと思わせてくれたこれ成分です。これはちょっとあの使っていこうと思いました。ありがとうございます。はい、こんな感じで今月はもう本当にオール日本製が来ましてとても嬉しい内容でした。また詳しい詳細につきましては、アット美人ブログ覗きに来てやってください。今月は2018年7月の楽神の中身のご紹介でした。